おめでとう、カナン。通算127回目のロスト、記録更新といったところだな。輝ける第一回目は息子が生まれた翌日だったわけだが、今年でいくつになった？来月からジュニアスクールだよ。そうか。思うに、あの影だな。あれの影響によって君からのデータリンクが途絶してしまうようだ。あれの詳細さえ分かれば、例の軍人から君に託されたデータが何であるのかが解明できるんだがな。カナン、ヘルマー代表からの呼び出しだ。ついでに今日の報告もしておいてくれると助かる。俺はあんたの秘書ではないんだが。今日は誕生日なんだよ、息子のね。そうか、残念だが仕方あるまい。ミルチア紛争に関するデータだそうだが、それほど大事なものなのか？ああ、あの紛争が起きた真の理由、そんなところだな。君にデータを託した人物、彼は私の部下だった男でな、独自に探りを入れさせていたのだ。ジンと言ったか。彼のその後の消息は？君は感情を抑制されたタイプだと聞いていたが、他の人間のことが心配になるのかね。気にはなる。この俺に厄介事を押し付けた張本人だからな。心配はない。今は軍を退役して元気にやっているそうだ。さておき、君に引き続き引き受けてもらいたい仕事がある。見てくれ、百式レアリエンプロトタイプモモ。彼女の深層領域へのダイブが管理局で行われる。君にはそのバックアップを行ってほしい。日程は？たった今、軌道上から関係者が空港に降りたという報告が入った。君の車で迎えに行ってもらえると助かる。ただの迎えというわけではなさそうだな。ユーティック機関だけでなく、例の移民船団の連邦に対する動きが活発になってきている。そんな時勢だからな。了解した。陛下、 Y 資料の件についてご報告がございます。詳細はマーグリス審問官庁から陛下に直にお伝えしたいと。うん。教皇陛下におかれましては、ご機嫌麗しく。上辺の挨拶は良い。聞けば Y 資料を保持していたレアリエン、空海ファンデーションの手に落ちたそうだが、これについての釈明はあるのだろうな。はあ、確かに Y 資料を保持していた百式プロトタイプは現在空海ファンデーション、つまりは第二ミルチア政府によって保護されております。ですが、これがどういう事象か理解しておろうな。かの男 URTV アルベドによれば、 Y 資料には強固なプロテクトがかけられており、これの解除には
第二ミルチアにある UMN 管理センターでの解析が不可欠とのこと。それも踏まえた上での現在の事象、すでに次の手は打っております。マグリス、先立っての第二ミルチアへの侵攻、ハインライン数奇系による連邦軍上層部の捜査と聞くが、これについては？その件につきましては私は何も。おそらくは組織の思惑をおもんばかっての K 独自のご判断かと。その言葉信用に足ると見てよいのだろうな。私は芸界の忠誠を誓った身、古の教具に振り回されるつもりは毛頭ございません。まよかろう。近々我が船団は非武装中域に対しての侵攻も考えておる。この私を失望だけはさせないでほしいものだな。承知いたしております。必ずや吉報をお届けいたしましょう。マーグリス、は、私はあの URTV は好かない。ある下船な男を思い出すのでな。それだけは覚えておいてくれ。御意。年を取ると無駄に疑り深くなるようだ。弱い犬ほどよく吠えるものか。ペレグリ、そちらの様子はどうだ？順調ね。現在ヘルマンとリハルトに目標の追尾をさせてるわ。今回の作戦は我々異端審問官独自のものだ。よって ES イサカルの使用を許可する。 ES、 遥か数千年前のものと聞いているけど、そんなものが役に立つの？ ES にはアニマの器が搭載されている。アニマの器？アニマの器はゾハルと時を同じくして発掘された物体。その力は一星系の軍隊にも匹敵する。扱いには十分注意しよう。苦労して復元したものを傷つけられてはかなわんからな。了解。R&D リポート、ファイルナンバー026643。巡洋艦ボークリンデでの機動実験及び実戦テスト中であった対グノーシス用戦闘アンドロイドコスモスは、艦隊へのグノーシスの襲撃に際し凍結中であった自立モードにより起動、現在もなお稼働中である。コスモスは独自の判断により行動しているが、彼女の感情プログラムには不安定な要素も多く、さらなる改良が必要であると判断する。ボークリンデから脱出した我々は、その後空海ファウンデーション所属の貨物船エルザに救助され、現在はベクター開発2局へのコスモスの引き渡しのため第二ミルチアへ降下中である。またミルチアへの航行途中、百式観測用レアリエンのプロトタイプモモを保護するが、ユーティック機関およびアルベドと名乗る謎の男の追撃に遭う。アルベドの必要な攻撃はネピレムの歌声と天の車の出現という事象を引き起こしてしまうが、この事象もコスモスの判断により危機を回避することとなる。このコスモスの一連の行動は、基本設計者である故ケビン・ウィニコットの残したブラックボックスの部分が多大に影響しているものと思われ、今後の研究の重要な要素となるであろう。記録者、ベクターインダストリー第一開発局コスモス開発計画統合オペレーション、
開発主任シオン・ウズキ。ああ、生きてるって素晴らしい。ほんと、一時はどうなるかと思ったけど、なんとか到着できたな。まったく主任の無茶にはいつもヒヤヒヤさせられっぱなしで。何それ、全部私が悪いみたいな言い方じゃない？え、いや、そんなつもりじゃ。いや、でも、あ、そう、コスモス、コスモスのおかげで本当助かったな。ありがとうございます。お役に立てられ幸いです。なあ、俺たちはこのまま庁舎に向かうけど、シオンたちはどうするんだ？この子の引き渡しのこともあるし、このままベクターの2局に行くことにするわ。いいわね、コスモス。了解しました。問題はありません。そうか、仕事じゃ仕方ねえか。な、しばらくこっちにいるんだろ？後で遊びに行こうぜ。うん、もちろん。いろいろ案内してあげるわね、ももちゃん。はい、楽しみにしてます。それじゃ行きましょう、コスモス。それでは失礼いたします。ね、ちょっと待ってくださいよ、主任。じゃあこっちも出発しようぜ。すまないが少し待ってもらえるか。小委員会に経過の報告を入れてくる。ミズラヒ博士もすでにミルチアに降りているそうだ。何か伝言があれば伝えるが。あ、ママが来てるんですか？ああ。お会いするのを楽しみにしてますって伝えてください。わかった、伝えよう。了解しました。正式な引き渡しまで引き続き任務に当たるように。はい。ミズラヒ博士、まだ何か？ジャンザウアーさん、現在はジグラッドエイトです。そのようね。モモがあなたにお会いできると喜んでおります。そう、私もあなた方の到着を歓迎します。なんか怖がってるって感じだな、彼女に会うのさ。盗み聞きとはあまり感心できる趣味ではないな。なあおっさんさ、その体炭素系の新型にバージョンアップしないか？戦闘レアリエの技術を応用すればかなりいい線いくと思うぜ。いたずらに寿命を伸ばす必要はない。そうか、あんたが長生きするとモモが喜ぶだろ。いや、遠慮しておこう。長く生きるつもりはない。そうか、気が変わったらいつでも声かけてくれよ。